コランダ TV。 I am コランダオールドジェネレーション。どうもコランダ TV のポチモです。ティギルです。キモドリユスです。はい、今回はなんとチャンネル登録者100人超えましたということで、皆さんのお待ちかねの企画をやりたいと思います。名付けて空前絶後ラタイ投げ輪投げ選手権。ラタイと聞いてどういうことを思い浮かびますか？ブリッジの時みたいな。うそやろ。まあ、カーッコつき客になったやつからですよね。呼ばれないです。何はちょっと絵が困るね。今回は輪投げです。はい、ただの輪投げではありません。ラタイ投げ輪投げ選手権です。はい、なんでラタイにしたんですか？春先になんか乳首の調子が良くなると言って。じゃあ今乳首が旬じゃないってことですか？旬じゃないですよね。旬な乳首いつなんですか？旬な乳首は春先ですね。春が過ぎて今。ああ、なので、あの TKB の乳首に輪投げするっていう。そうですね。あ、まあもう今秋になっちゃったんですけど、TKB の乳首は葉っぱと一緒に枯れ落ちてるのかと思わせての、今現在多分もうボリュームが出るんじゃないかっていうか潤ってるんで。なるほど。そしてまあ輪投げをするんですけど、輪投げといって TKB の裏体に貼り付ける輪投げの服がこれですね。物を引っ掛けるやつで投げるものなんですけど、普通お菓子で遊んじゃいけませんよね。はい、でもこれ名前見てください。投げる輪っかなんですよ。はい、投げる輪っか。さらにこの絵を見てください。めちゃくちゃ遊んでるんですよ。はい、指に入れて。もう唯一お菓子で遊んでいいお菓子。なるほど。投げ輪。うん、お菓子で遊んでいいって言いながら、昔グミの後でしました。そうですね。これを EKB の体に投げ、はい、得点が多い方が勝ちです。はい、レッツコランダーラタイム。これ10年ありますよ。じゃあここ行くわ。チョコはやめてください。あ、チョコはいかん。じゃあ下ね。ここ難易度もあってね。50枚。汗でもうね、色が使いかかってる。すげえな、汗が出てきたもん今。もう勝負だもん、ドリケス。バン。1メートルからよ。了解です。それ1メートル。10ポイントが消えたぞ。いくよ。はい。止めてやるんですか。30ポイントが消えたぞ。少し飛ぶ、これ。おおおおおお、50ポイント獲得や。おおおお、ダメや。40ポイントか。100狙いたいな。落ちたらどうなるんですか？40が落ちたよ。あと30秒10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ブザービード終了。もういいや。勝者ポチモー、やったー。食べるんすかそれ。まあ、買い物は無駄遣いしないことはいいことです。TKB の味汁の味がする。TKB 汁ですか。